二つになって愛してるって一つ。大阪行けますか。平均年齢23歳のバンドキッズ、新しいチームよ。その熱きライブへのオファーが絶えない。大阪、大阪。やっぱまあ CD と一緒やったらね、まあライブ来る意味ないし、かといって CD よりもクオリティが低かったらライブ来る意味ないし、だから全く違うもんにしてクオリティを上げるっていう、まあ CD のクオリティを最低のラインにしてそれ以上のライブをするっていう目標ですね。ひまひまかけたクリームシチューを本日も一人で召し上がった。2012年デビュー以来進化を遂げ続けるキッズ、そんな彼らが思う5年後のイメージは。やばいギタリストにやっぱなってるよ。なるよ、そんな。なってないとダメでしょ、むしろ。うーん、俺は子供が2人ぐらいいてほしいなって思いますね。結婚願望がすごいんで。多分むちゃかっこええドラマになってんちゃうかなって思いますけどね。5年あったら。どこでもしかしたら僕死んでるかもしれないし、どうほんまに何があるかなんか分かんないんで、のなんか今に必死すぎて、そこまで先の未来をそこまで見据えれないっていうか。でもまあキッズではありたいですけどね。でもちゃんと奥野が高校時代に結成したキッズ、その楽曲すべてが奥野の手によるものだからこそ、メンバーチェンジを経てもキッズのサウンドはブレない。キッズです、よろしくで。誰や手拍子してんの。めっちゃええやんけ、行こうぜ。ありがとう。今はライブの MC をやってるのは奥野だが、以前はドラムの片貝がやっていた。とりあえず当分ね、まだやめとくか。もう多分ないからね。2回目なんですよ、クビになったのが。何しくじったのか。いや、しくじったとかじゃないですよね。多分なんかその嫌われるんですよ、多分。俺が喋ると。だから本部は別に喋らんでも盛り上がるからいいんですけど、アウェイの時がね、弱い。わかんないです、俺できてんから言ってる。でもやっぱ無理やった。すごい目で見るもん、みんな俺を。え？え？みたいな。大丈夫？ライブ動員を増やし続けるキッズ。だが、その拠点は今のところ関西圏が中心。もちろん東京もブイブイ言わしたいなとは思ってますけど、タイミング今見え虎視眈々と見計らっていう感じです。今か今かと。どういうタイミング？それはちょっとまあそうです、僕ら的に自信がついた時と、まああのね、なんかうまく言えないんですけど、ちゃんときっかけってあると思うんですよ。今行くべきタイミングって、どうなったら行くとかないんですけど、気持ち的になったら面で今行くべきやなって思ったら行くし、ちゃんとそれまで下積みをさよならって二つになって愛してるって一つになって明日を探してきっと出会って僕はまた心を超えてく。さよならって聞きたくなくて嘘がつくって愛を壊したんだろう。君もそう、ありがとう。愛を忠実の愛で返そうとして知らずに自分のキャパを超えてることに気づいてなくて、自分すらも愛してないのに別れ際の言葉の最後で本当に愛していたのかっこ悪いね。ああ、楽しかったです。お客さんもすごいええ顔してくれとったんで、
楽しかった、イエーイ、楽しかったぜ。いやもうほんま、シールド邪魔っすね、引っかかっちゃった最後。シールドやめようかな。いや楽しかったですね、最後でした。あら、死んだね、スタミナが。バンマンと違ってペース配分なくぶっ込んだんで、初めからおめでとう。未来定番曲フューチャースタンダード